両側のガンズ原宿メモリアル番外編米田州吉田さんの番です。ヒレステーキ一ついですか。ヒレじゃない、ヒレあの発音ですね。はい、元気でございます。フィレステーキね、フィレステーキ。はい、さあ、ヨッシーさんの番でお題は、まだヨッシーさん知らない。制限時間は3分。私がのガチでございます。さあ、行きますよ。はい。こんな、うちわ。あ、うちわ。うちわ。こんなうちわは嫌だ。うちわから羽織るうちわ。そうです。はい、よろしいでしょうか。はい、制限時間3分です。スタート。うちわ服はうちわ、まあそうですね、こう暑いんでうちわを使ってる人もいますのでね、そこをちょっと思い浮かべてうちわなんてネタを振ってみましたが、やっぱ難しいですかね。ごめんなさい、すでに謝っております。さあ、まあ、うちわといえばね、やっぱりこれじゃないかなと思うんですが、はい、ジャニーズジュニアかと思ったらクロムエーだった。うちわ見て、おなんとかくんと思ったら時給いくらと書いたんですね。あ、さあ、うちわ僕もね、夏になると結構うちわ持ち歩くときあるんですよ。カバンの中にうちわ突っ込んで街中で仰いでる。花火大会でもないんですけどね、普通に街中で使ってます。あ、でもね、ある意味その、はい、あおぐと一周が自分の二本位だっけ。二本位ってところが歴史的かな遣いでしたね。はい、だからね、この冷房ももちろんいいんですけど、冷房使うよりも扇風機とかうちわでこう仰ぐのもこう夏の風情かなと思うんですよ。やりませんけどね。テープマットもいいけども、蚊帳もいいかなって思うんです。ないですけどね。蚊取り線香結構好きですね、見てる分には。さあ、はい、10メートルのうちは仰げないよ。何人かで仰ぐんですね。いやー、ぐわーぐわーぐわー。さあ、残り1分でございます。なかなか書きづらいネタでごめんなさいね。夏が来れば、はい。あれ、今日はちらし寿司？うちは。なるほど。そっちの方に持っていく。この発想の転換ですね。酢飯を仰げ、仰げ、仰げば尊し。和菓子の恩。仰げば尊し、和菓子の恩。はい。股間を仰ぐ、また仰ぐ。暑いな、暑いな。とりあえず股間置いとけ。まあ夏の風呂上がりですね。残り10秒でございます。じゃ最後のネタになりますかね。教えの庭にも早いくとせ、思えば愛おしい、この年月。さあ、ヨッシーさん頑張れ、頑張れ。さあ、最後の歌です。自分の顔入り、プリンターに破れて。はい、終了。